はい、ビヨンドアイズ続きからやっていきましょう。この子ね、この子レイちゃんが向こうが怖いということで別のルートを探そうって感じですかね。モヤモヤっとしてるんでね、何があるのかよくわからないんですけど、何かやっぱり怖いものが少し、あんまり近づかないでおこうね。ごめんね、ごめんね、ごめんね、お兄さん、ちょっとね、ちょっと探索したくてね、ちょっと意地悪なことしちゃったな、ごめんねごめんね。行こう行こう、この木のそばをねちょっと見て回ろうね。ん？さて、どこに何があるか。あ、あれは？あ、キツツキさんだ。ここは大丈夫か？行けるか？ん？これは？信号？ああ、なるほど、道路か。なるほどね。だから危ないから、渡るのが怖いって思ってたんだね。え、こいつはでも通り過ぎてるんじゃないの？あっちが前なのかな、あの車。あ、ここで切ればよかった。前回ここで切ればよかった。もうちょっとだったじゃん。やっぱあれだね、章ごとで切らないとダメだっていうのは、別のゲームで学んだはずなんだけどね。ね。某都市でね、学んだはずなんだけどね。ダメだね、やっぱり。どれくらい続くのかなとか思っちゃってね。ん？何いた？レイはこんな遠くまで来るのは初めてです。多分こっち。何は先に進みます。え？別に何が誘ってるわけでもないんでしょ？これ。勝手に来てるんでしょ？何ちゃんが。まあ猫ちゃんが、こっちにいるんじゃないかなっていう感じで。いるのかな？でも、本当にあれなんだね。あれなんだねって、田舎みたいなのがメインだったけど、本当になんか町っていうか、なんか城跡みたいな感じになってない？この辺とかなんか豪邸そうじゃない？豪邸の門みたいな、ほらゴミ箱とかもあってさ、人が結構住んでそうな。うっ、車？ああ、車は怖いんだね。そうだよね、見えない。え、びっくりした。そうだよね、見えなくて芝刈り機の音は怖いよね。うん、じゃあこっち進める？ダメ？ OK、 分かった分かった。じゃああ、これ橋だね。橋渡ってみようか。うん、もし自分が目が見え、ああでもどうなのかな、目が見えないのもやっぱり耳が聞こえないのも両方怖いよね。怖いっていうか大変だよね。でもまあ人間のなんだっけ、何パーセントかはほとんどが視覚情報なんだっけね。ダメ？そっち行けない？ダメか。オッケーオッケー。ごめんね。ごめんごめん。ごめんごめん。行けると思ったんだ。あれ？柵があるね。あれ？こっち進めない？もしかして。こっちは？行ける？よし。じゃあこっち回っていこうね。ごめんごめん。ごめんね。あれ？行けないか？もしかして。犬をどうにかして、どっかへやらないといけないのかな。回ればいける？なんか骨取ってくるとかそういうのはない？
大丈夫？でもこの子勇敢だよね。これだけ怖いものがたくさんある外にさ、一人でさ、その友達を探すために出ていくっていう、すごいことだと思う。あ、よかったね。犬どっか行ってね。どっか行ったのは俺の方か。俺っていうかレイちゃんか。あー、カラスだよ。カラス怖いね。やめようね。やめようねっていうか。はい。よし。あれ？こっち？行ける？あら、行けない？本当にすごいよね。うわ、犬いすぎでしょ、この、ここ。怖いよね。てか、野放しになりすぎじゃないですか、犬。もうちょっとさ、こう、最初のやつみたいにさ、檻の中にとかさ、入れようよ。結構大きめの犬は怖いよ。犬、昔すごい苦手で、友人が家にトイプードル飼ってたんですけど、それもね、本当に慣れるまでは本当にダメでしたね。リードでつなげ。アヒルさんだね。よかったね、レイちゃんも笑ってくれてよかったね。よし、先進もうか。本当に犬がね、今でもちょっと怖いんですよね。大きい犬とかだと可愛いとは思うんですけど、やっぱりちょっとね、吠える声がちょっと苦手なんですよね。猫も一回、猫はでもな、好きなんだけど、一回寝てる時にね、ちょっと二呼吸触っちゃって、手に穴が開いたっていう。そういうことはありましたね。はい、大丈夫。あいつは来ないよ。大丈夫。レイちゃん、こっち曲がっていこうね。行こう、歩いていこう。ない、何、学校？学校かな。え、っていうか学校ってそういう感じなのかな。ちょっとよくわかんないんだけど。こっち？こっちでいいのかな。本当に何も見えないからね。ん？ボール？ヘロー。危なくない？結構危ないよね。Come here. Come here. おいでって。おいでっつってのは誰や？別の人か？コミヤン。あ？コミヤン？リリー。リリー？メイ。あ、リリーって名前か。パパ。オーダー。女の子の名前はリリー。ボールを取ってきてほしいようです。私の境遇ご存知ですか？ダウェイ。え、でも、行った方角っていうかは分かるんやね、一応。あれ、こっちじゃないの。ダウェイ。ダウェイ。ダウェイ。あっちかな、あっちから入るんかな。ダウェイ。いや、絶対お前が取りに行った方が早いで。いいの？あ、オーダー。分かってる。あ、でもあれか、多分裏門みたいなとこから投げたんかな。あれ、あれ、こっちじゃないの。あれ、あれ、分かってるよ、分かってるんだけどね、柵を乗り越えるっていうのがちょっと私には難しいんですよ。ごめん、こっちから行けなかったわ。でもこうやって友達ができたらいいね。うん、つながりとして。あ、乗り越えれるんかな、あれ。もしかして。これ。なんか、あの、青いところからなら、いける？いけないか。こっちは？あ、ここちょっと広く空いてるからさ。あんだよ。いけない？ダメ？
ダメか。ちょ、ごめん、ちょっと、回ってくるから待ってて。ごめんな、こっちから走られへんからさ。ごめんね。あら、結構回らないといけないのか、それともなんか見逃してんのかな。え、結構歩くよこれ。いける？ダメ？いけそうだね。遠っ。え？なんで？本当に犬が多いところなんだね、ここ。あれ？いけない？え、ちょっと待って、本当にいけないんじゃないのこれ。あ、いける？入れたね、やっと。ボール取るのにえらい大変だね。あ、これはシーソーだね。シーソー昔やりましたか？私はあの本当にあのダンダンダンみたいな感じのペースでやって怒られた記憶が。乗ってみ？乗ってみ乗ってみ？乗れる？ほら。ボールすっぽかして何やってんだって思われるかもしれないけど。いいじゃんね。ああ、楽しくなかった？ごめん。ごめん。ごめん。別にロンリーっていう実績が欲しかったわけじゃないねん。ごめん。いける？よし、ボール取りに行こう。あれ、もしかしてさ、あの女の子のとこまでボール持っていかないといけない？投げるってで、あれ？え、ちょっと待って。いける？これ、通れる？あの横いける？狭いよね。いけるか？いけるか？ん？無理じゃない？あれ？俺もしかしてなんか間違ってるのかな？ボール取ってあげたいんだけどさ、でもなんか下手したら関係ないっていう感じもあるよね。本筋とは、本筋関係なしのイベントみたいな。あ、いけるね。いけるわこれ。ちょっと待っててね、待っててねっていうか、まだ待ってんのかな。なんも声が聞こえなくなったけど。ボールはどこだ？ごめん、待ってた？ごめんな。ダーウェイ。どこだ？ボールはどこだ？ん？あったあった。これかい？これでええの？これ？え？取りに来てもらってもいいですか？歩くんですか？向こうまで。でもこの子も偉いよね。ごめん、ちょっと見えへんねんって言わへんとさ。見えへんねんって。ごめんね、見えないんだって言わずに取りに行ってあげるっていうのは偉いよね。だってボールの存在すらどこにあるか、その言われな分からへんわけやんか。その状況でっていうのはすごいよね。これ何？え、これ何？これなん、どうやって遊ぶやつ？あれか、ぐるぐるって回るやつか。スパイキッズでやってたね。スパイキッズ2かな？ 2 だっけ？初代だっけ？なんか、初代か。初代で、あ、2はあれだもんね。島のやつだもんね。だから、初代か。初代ですごい回されてた気がする。これ使っちゃダメかい？多分、ボール使ったら、あいつどっか行くんじゃないの？
ああ、ここまで来てくれた、ありがとうよ。今度はレイがお願いをしました。リリーは何を探すのを手伝ってくれるでしょうか。手伝えよ。え、いいの？取りに行ったばっかりやのに。え、大事なボールじゃない、それ。取りに行けって言うぐらいも。いいの？ありがとうね。いい子やったね、リリーちゃん。いい子だったかどうかちょっとあれかもしれんけどね。え、また友達として遊ぼうね。行こう行こう。いいね、そこおるかもしれん。やばいやばい。あ、これ連打？連打でなんかすごいポーズでいくね。連打じゃないね、普通に長押しでよかったよ。え、怖いね。うなって近づいてくるってめちゃくちゃ怖いよね。でもちゃんと見据えて、まあ見えてないんだけど、見せ、大丈夫？あ、大丈夫？オッケーオッケー。怖い街だね。でもやっぱり見えてる、じゃあ見えてないからこそ怖いものっていうのもやっぱ結構ある、まあ多いか。多いね。その見えてたらどうし、全然怖くないものっていうのも結構あるのかもしれないしね。だって自分が防ぐっていうことができないわけじゃんね。もう一個住むか。いや、でもどうするかな。一旦切りましょうか。それではご視聴いただきありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。